しんいちさんぐらい可愛い猫をさ送んなきゃいけないはずだったのに。皆さん今3期生たちが私をいじってます。いじってないですよ。褒めてます。続きまして、はい、青森県田子町24歳ミートダッシュくんからです。私の実家では猫を飼っているんですが、今年のある日珍しくとても可愛く猫の写真が撮れたので自慢しようと思い、彼女に LINE で写真を送信しました。当然可愛いみたいなメッセージが返ってくると思ったら、彼女からの返信は文面からも不機嫌なのがわかる、へーこういう女がタイプなんだという文字。急いで LINE の履歴を確認すると、私が彼女に送ったのは猫の写真ではなく新内さんの画像だ。明らかに誤送信したので、急いで彼女に謝罪と新しい画像を送ったんですが、既読無視されたままでもう2ヶ月以上経ってます。嘘、もう新内さんのせいじゃないですか。不幸を招いてくださいよ。ごめんって謝りに行きます。ごめん。でもそれって多分彼女さんが嫉妬するぐらい新内さんが綺麗だったから、やっぱショック受けたんじゃないですか。確かに。だから新内さんすごいんですよ。いやこその女や、うん、そうだよ。なんか漫画で見たことない、こういうの。あります、あります。なんか実際あるんだって今ちょっと身をもって実感した。でもその方は多分新内さんと猫を見間違えるぐらいに、その新内さんの写真が多分可愛かったんです。あ、確かに。だって猫と間違えるってもう、なんだろう、人間と猫のなんだろう、生物をさ超越してるわけじゃないですか。適当に言ったでしょ。違う猫ぐらい可愛い新内さんの写真送っちゃったから。もう言えば言うほどだぞ。逆じゃないだろ普通。新内さんぐらい可愛い猫をさ送んなきゃいけないはずだったのに。皆さん今3期生たちが私をいじってます。いじってないですよ褒めてます。いやでも誤送信めっちゃ気まずいよね。気まずいですね。やったことある？ありますね。結構3期ライン多かったもんね。あ、そうなんだ。多かった。それで放送、それもね、取り消しできない時代だったから。いや最悪だ。結構おもろいやつあったよね。なんか自撮り、なんか与田が、うん、自撮りと間違えて大学芋の写真持ってきて今日の自撮りです。すいません間違えました。みんなね、すいません間違えましたすいません間違えましたまでが1セットみたいなのがあるよね。これ一緒ネタだよね。一緒ネタ。可愛すぎる。芋くらいだったらね、この子も可愛かったんだけどね。確かに。じゃあ水木、この方、あ、まあ、ち、あの、なります。あ、ちになりましょう。じゃあにゃんにゃんで22で、お、私の誕生日。本当だ。私って22歳です。あ、そうだ、22。あ、でも私は好きだよ。あれ、ペラペラじゃないですか。なんだ、え、22だよね。猫のおやつ。あ、でも試供品か。お、試供品。ロイヒツボ。あ、いいですね。ツボ法の。あ、肩こり腰痛に、はい、あ、良さそう。でもこれ私使ってました。聞きます。私好きです。こんぐらいのちっちゃい丸っこいやつなんですけど、欲しい。舞台期間とかによく、まあ、いいですね。貼ってました。それいいの。なのでこちらを、誤送信が治るかはわからないんですけど、癒されてください。癒されてください。肩こりによる誤送信かもしれない。確かに腕が、うん、勝手に、あ、勝手にでも2ヶ月こんなん誤送信で2ヶ月さ、うん、既読無視ってある？確かに2ヶ月既読無視って、その間会わないんですかね、2ヶ月。確かに。でも新内舞さんですって言えばいいのに。確かに確かに、うん、でもアイドルを推してるのもちょっと嫌だったな。あー、なのかな。なるほど。自分をやっぱりね、見てほしいもんね。うん、そうだよね、うん、はい、愛されてるな。愛されてるな、ね、はい。